やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと自信ネタトークです。こんにちは。今日は10月1日、10月になりました。10、11、12、あと3ヶ月で今年が終わってしまうという衝撃。なんかね、今年に入ってさ、すぐ某感染症が流行ってさ、それからずっとその騒ぎでさ、1年が終わりそうだねっていう、なんだろうね、今年ね。 なんとも言えない年ですね、今年。はい。皆様、一年振り返ってどうでしたって言おうと思ったけど、あと3ヶ月あるから逆転ホームランもあるかもしれない。頑張ろうはい。今日のお題は、じゃん !NTT がドコモを完全子会社化というニュースがありまして、どこドコモじゃない。NTT だよ。<laughs> ちょっとごめんね。<laughs> 間違えちゃった。ドコモはこの前占ったからさ、散々。NTT。 N. どうなる NTT っていうのを占いますね。はい、えー。どういうニュースかと言いますと、これはイットメディアニュースかな。はい。NTT ドコモを完全子会社化。吉澤社長は退任。あ、ドコモの話ね。コムやコムウェアをドコモへ行かも検討っていうニュースで、えー、日本電信電話 NTT と NTT ドコモは9月29日。 NTT がドコモの株式すべてを公開買い付け TOB し、完全子会社化すると発表した。買い付け総額は4.3兆、<laughs> シになっちゃった。4.3兆円。はい。ドコモの吉沢代表取締役社長は社長職を退き、現副社長の井本幸氏が代表取締役社長に就く。 NTT は同日の時点でドコモの発行株式、発行済み株式の約66%を保有するヒット株主。今回、 で、約11億株を取得する。NTT コミュニケーションズや NTT コムウェアなどのグループ企業のドコモへの移管も検討しているという、うん、完全子会社化により、移動通信事業や固定通信事業など、NTT グループが持つ通信事業などの連携を強め、競争力を強化する狙いだそうです。はい。まずなんか、関係者の社長のカバダ数比術を見てみたら、なんか、 ね、NTT の皆さん、NTT とドコモの皆さん、関係者、みんな、不思議かよって <laughs>、突っ込みたくなるような数字でした。まず、ドコモの、えっ、ー、と、今までの社長、吉澤社長がですね、本質が11、えー、ペルソナが3でした。で、新しい社長が、いい社長が、本質が33で、ペルソナが8でした。どっちもね、本質がゾロ目さんでしたね。もうこれを見た瞬間、 不思議かよって言いたく、言いたくなっちゃった。うん。なんだろうね。どこも、どこもって基本的に国内だけだよね。なんか世界に向けて仕事してんのかななんだろう。なんかね、世界、世界中に向けてこう、仕事とか事業を展開していくみたいな感じだと、なんかゾロメさんいいかなって思ったけど、あ、でもどうなんだろうね。ゾロメさんの社長。なんか政治家向きではないけど、あ、でも社長としてはいいのかな ちょっと常識がね、人とずれてるんですよ。パワーがあるので。11も33も。あだけど、ちょっとずれてるからこそ、こう、壮大なアイディアとか、ちょっと人が思いつかないようなアイディアとか浮かんでいいのかな、とか。うん。ね、そう、そうなのかもしれない。ちょっと今後見てみましょうね。33の社長がどうなるか。で、今までの社長11の3でしょ。どっちもリーダー感が全くないの。ゼロなの。本質は、あの、ちょっと不思議ちゃんで、繊細でガラスのハート。 で、ね、傷つきたくない敏感な人です。で、ペルソナモさん。えー、くも悪くも子供、純心無垢な創造者タイプ、天才肌です。感覚的な人ですね。なんか、どっちも感覚的な。 人だなって思いました。で、新しい社長はね、なんか、この8っていうのはこう、かろうじてあって、なんかね、ちょっとホッとしました。8はリーダータイプなんですよ。現実的で、あの、夢を実現する力がとても強くて、でも白黒はっきりしている。うん。なんか強い、パワフルなリーダータイプです。で、33はね、あのー3、サンタス3で6の資質を元にしてるので、ものすごい愛情深いんですね。愛情を振りまく、 ことに生きがいを感じるみたいな、そうなんですよ。なので、えっ、ー、とね、仕事、仕事として利益を求めるぞ、みたいな感じでもないんだよな、33。人に尽くすとか、奉仕するとか、世界や人の人類の平和のために尽くします、みたいな数字なんですね。なので、ね、人の良さみたいなのが出ちゃうと、なんかね、会社の利益の追求みたいなところがこう、 ビシッというと、この、いざという時に、優しさみたいなのが出ちゃわないかなっていうのはちょっと心配。うんね、11も33もね。そして、NTT の社長が両方3でした。両方3、裏表なく子供っていう。な <laughs>、ね、今まで、今までっていうか今も、なんかどういう感じで社長やってるのか私すごい気になるんだけど、この、両方3、裏表なく3っていうのが、もう、なんだろう、感覚だけで、 仕事してないかなとか、周り結構感情的な感じに振り回されてないかなとか、なんかね、いろいろ気になるポイントがあるのさん、両方さんっていうのは、どうなんだろうどうやって仕事してるんだろうと思って、沢田社長のことを知ってる人いますかこの視聴者の方の <laughs>、いるかなどんな方なんだろうってすごい気になる。さんさん、さんさんあんまり見ないな。ええー。 どうなんでしょうね。まあ、数字だけから見ると、社長としては、あんま向かないかな。ザ・芸術家って感じですよね。アーティスト・芸術家。なんか自分を表現する舞台に行くと、すごい天才的な能力を発揮しそう。うん。そんな感じの、あの、ドコモと NTT の社長たちでした。うん。不思議かよっていう感じでしょどういうふうに仕事してるんだろうみたいな。めちゃめちゃ気になったわ。なんかみんな浮世離れしてる感じがあるの。ふわふわってしてるっていうか。<laughs> はい。では、 カードで、えー、NTT が今後どうなるかっていうのを見てみますね。ドコモはね、今まで散々見てきたので、過去の動画にあるので、ちょっと、あの、リンク貼っておきますね。こど,どこだこの辺にこう、アイマークで出るようにしとくわ。はい。はい。 ズバッと出ました。なあ<ー>、いいカードと悪いカードが、うん、入り混じって交互に複雑に絡み合ってますね。うん、でもね、結論から言うと最終結論はとっても良かった。はい。まず、過去は戦車なんですね。戦車なのでも、過去の時点でこう、目標に向かって、えいえいって推進力を持って進んできたっていうのが見えます。で、現在、どこも子会社化したでしょう その状態が正義の逆を背景に釣り人の逆なんですね。正義の逆っていうのは仕事で出るとあれやこれやとあっちこっちに手を出して失敗しちゃうとか優柔不断になっちゃうとかなんかねバランス感覚を書いてるんですよね。で、それを背景にして釣り人の逆。これはなんか頑張っても頑張っても報われないみたいな無駄な努力に終わっちゃうみたいなそういう状態なんですよ。 ご愛車化したのはとても辛い感じだったのかな。辛い状態なのかな。でもね、なんか気持ちの面はとっても明るいの。健在意識は太陽だし、潜在意識は女帝だし、なんかね、明るいし豊かさを感じているし、なんか NTT の気持ちとしてはとても満ち足りている感じ。で、近い将来、何、えっ、ー、とね、1ヶ月後とか半年後とかの間には頬王なんですね。頬王は優しさ、寛容さ。 うん、そういう抽象的な意味があったり、これは人物のカード、人にね、教える、おじいちゃん的な強皇法皇、そういうカードなんですけれども、悪い意味で言うとなんかね、古い考えのまま、うん、古いままでいるかな、NTT じゃない、コモを子会社化してみたけれど、伝統的なね、今までのやり方とか、なんかそのまんまの感じでいくのかな、 っていう感じはします。でも、なんかネガティブな意味ではなくて、それが良い感じかな。うん。なんか逆、逆向きに出ちゃうと、なんか、その古い考えが捨てられなくて頭が硬いとか、そういう感じだけれど、正位置だから、なんか古いままのやり方で行くけれど、それ上で良い感じに成功するんじゃないかなって思いました。うん。そして、NTT の立たされている立場。 は、力を背景に、節制の逆。これは今回のやつかな。ドコモを、公害社化した株を売った。それによって、お金の流れが悪くなった。そうね、この節制はお金とか気持ちっていう流れるものに出るんですけれども、まあお金が今、ちょっと辛い感じなのかなっていう立場。で、環境、NTT を取り巻く環境は月の逆なので、不安とか迷い、 本当みたいなのが解消されましたっていう。なんかね、今までもやもやしてた、目の前がぼんやりしてたのがパーっと開けたみたいな、そういういい環境ですで。可能性がフールの逆なので、フールの逆は無知無計画とか、無鉄砲なことしちゃうとか、可能性として、ここに頬が出て、なんか古くからの感じでしばらくは行きそうなんだけど、そのもっと先半年以上後とか、 ちょっと先にかなり無鉄砲とか軽率な行動をしてしまうかもしれない。でもね、えっ、ー、と、最終結論が審判なのでとってもいいんですよね。再生するとか、復活するとか、結果が出るとかね。うん、なので、なんか今はちょっと立場とか、今の状況は辛そうだけれど、それ以外を見ると相応的にいいんじゃないでしょうかね。なんかすごい良い結果が出そうです。審判。 どうしたらいいか。対策のところがいいんじゃなので、資料深くなりなさいですね。このなんかね、軽率な行動。これが気になるな、一個だけ。軽率なことをせず、なんか着実に、冷静に、資料深くよく考えて行動すれば大丈夫ですよ。結果は出るよって言っているので、なんか全体的にすごくいいんじゃないかなと思いました。 はい。とにかくあの、カバラ数秘術の社長たちの数字が気になって眠れないわ。どういう感じなんだろうと思って。ね。どういう感じで社長、あの社長たちどういう仕事してるんだろうっていうのはめっちゃ気になるわ。そして NTT 大きな会社だからこれ見てくださってる方の中にも関係、関係する方、社員であるとか取引先が NTT とかいう方はね、大勢いるとい思いますので。とりあえずあの、 大丈夫。うん、大丈夫です。何も悪いことはなさそうです。以上。NTT ドコモを完全子会社化した NTT について占いました。では、たまきじゃんけんいくよ。たまきじゃんけんじゃんけんぽい。バーなので、貯金の人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。